今回はファンズという新しい投資についてお話ししたいと思います。ソーシャルレンディングとどう違うのかえということなんですけれども、まあ新しい投資、ファンズっていうのはですね、1月23日から投資開始になるんですけれども、もう受付は、受付で講座解説の受付は開始しています。ソーシャルレンディングとすごく近いものらしいんですけれども、一体どういうものなのかということをお話ししていきたいと思います。 まず難易度が低いです。難易度低ってありますけれども、ソーシャルレーニングも難易度低いです。難易度が低いっていうのは、ガン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 稼げると、10万稼ぐ難易度が低いとかいうわけではなくてですね、口座解説とか投資の仕方ですね、それがすごく簡単なんですね。まあ、相場を見なくていいとか。 なんかいろんな景気変動、まあ、影響は受けるけれども、実際その変動を受けて売買したりとかですね、そういうことをしなくていいという意味で、えー、簡単です。一回投資したらそのまま放置ですね。で投資もすごくやり方が簡単で、もうクリック何回かして金額を設定したら終了みたいな感じなのですごく簡単。初心者でもすぐ、まあ、正直、講座解説したら解説したら案件を選んですぐ。 早い人だったら5分ぐらいで終了してしまいます。で、あとは放置なんで、ものすごく難易度が低いです。簡単です。えー、だからあ、そういう意味では、ファンズ、ソーシャルレーニング、初心者に向けてはすごく、まあ、おすすめっていう感じになっております。では、細かく、えー、2つを見ていきましょう。ソーシャルレーニングなんですが、技術は高いっていうか、ファンズに比べて高いというイメージですね。 えーまあ、年,年利ですね年利が5%から10%ぐらいがあ基本的な年利になっておりますで貸し倒れが起こった際の投資、えー、起こった際は投資家が全ての損失をこれがリスクになります、えーまあ、基本的にお金を基本的にはお金を貸してその利息分でしゅまあそれが利益になるんですけれどもその、まあ、貸し倒れっていうのは 起こる可能性がありますその確率としてはかなり低い、低いんですけれども、貸し倒れの可能性があるんで、まあ、そういう時に投資家は全ての損失を負うと。例えば、そのファンドに10万円投資していた場合は、その10万円を失ってしまうというのがリスクです。で先ほども言いましたけど、難易度は低いです。で、次、ファンズなんですけれども、利率はソーシャルレンジングに比べて低いと。 なってます、まあ、公式サイトを見ますとですね6%以内のものが多くなる予定だと書いてありますまだね1月23日からスタートなんでよ全部予定なんですけれどもソーシャルレーニングに比べて利率は低いということになっていますで難易度は低いです貸し倒れの際の責任は関連会社も負うことになるってありますけれども、まあ、のソーシャルレーニングの場合はですねもう投資家が全部責任を負うんでもうあの何ですか 損失してしてまうんですけれどもパンズっていうのは関連会社も責任を負うことになるので補償、保証、まあ、填ですね、があるんですね。その分リスクが少ないと、ソーシャルレーニングよりもリスクが少ないということです。ただ、えー、年利はソーシャルレーニングより低いということになっています。リスク的には低いけれども、リターン的にもちょっと低いよっていうのがパンズです。で、えー、2019年1月スタートなんでまだよく分かりません、正直。ですけれども、まあ、リスク面で言うと、ソーシャルレーニングより低い。 で低い見込みですし、まあ、初心者の方にとっては、リスクは低い方がいいという方が多いと思うので、ファンズの方がいいのかもしれないという状態ですね。はい。いいのかもしれないとしか言えないです。これ、実際いい,いいと断言はできないですね。まだ始まってませんので。で、ファンズなんですけれども、出資金1円から可能だそうです。 各ファンドの設定にもよるってありますけれども各ファンドが最低金額というのを設定していてそれがまあ例えば1万円とかだったら1万円からしかできないんですけれども基本的に出資金が1円から可能だというふうに公式サイトにもあります1円を出資して何になるのかっていう言われるとちょっと厳しいんですけれども1円がね年利6%とか言ってもですね2円になるまで何年がか,かかるっていう何年どころじゃないかもしれないですね え何年でいけるかわかんないですけど、まあ、2円になるまで <laughs> かかっちゃうわけです、時間だから1円っていうのはちょっとあれなんですけれども、まあでも一応、とりあえず1万円から可能であるということですね。で、えー、口座開設に必要なものなんですけれども、身分証明書とマイナンバーカードです。まあ、運転免許証とのマイナンバーカードがあればできるということですね。 詳細はあ概要欄のリンクに書いてありますけれども、まあ、そこの身分証明書で使えるものっていうのを書いてありますので、そこを参考にやっていただきたいなというふうに思います。で、まあ、時間的には10分15分で講座解説できます。すごく簡単です。僕はちょっとね、ブログ記事を書きながら解説したんで25分くらいかかっちゃいましたけど、普通に集中してその作業だけやれば10分15分でもう全然終わると思います。 で無料です。はい。なので、えー、講座解説、も簡単ですからね、すぐ終わります。いや、えー、興味ある方は、ぜひやってみてくださいっていう感じですね。で、利回りの予定は、先ほどもちょっと言いましたけど、1.5%から6%ほどになる予定だというふうに書いてあります。公式サイトではね。えー、これも始まってね、実際、運用が始まってみないと分かんないところなんでしょうけれども、 まあ、ソーシャルレーニングよりは安いですね。ソーシャルレーニングはやっぱり 5%, 5から10%、5%以下っていうのは、まあ、ありますけど、そんなにはないっていう感じなんで、えー、ちょっと低めですね、リバーリバで、分散投資を心がけましょうっていうのが書いてあります。まあ、分散投資っていうのは、いろんなところに投資しましょうっていう感じなんですけど、まあ、100万円があった時に100万円を1個にドカーンとやらないっていうことなんですね。まあ、100万円を1個でやった時やってね、さっき言いました貸し倒れみたいになったら、100万円なくなっちゃいますからね。まあ、ファンズの場合は、えー まあそれでもリスクが高いということで100万円ある場合はまあ5万円ぐらいなり10万円ぐらいなりまあ人それぞれなんですけれどもそういうのを分散していろんなファンドに投資していきましょうということでございますで今後の焦点なんですけども本当にファンズっていうのは1月23日2019年スタートなんでまだ分からないところが多いです、えーまあ、公式サイトではいろいろ出てますんで、えー、それを 参考にしていただきたいなというふうに思うんですけれども、まだ分かんないところがかなり多いということで、今後どうなっていくのか、今言えることはですね、ソーシャルレーニングよりはリスクは少なめだろうと、だろうとしか言えないんですけど、少なめだろうということです。で、年利、運用をした結果、どれだけ利益が出るかというところなんですけれども、それはソーシャルレーニングより低いだろうと。ソーシャルレーニングの場合は6%から10%。 1>, 1年で利益は出れますけれども、えー、ファンズの場合は1.5%か6%だということになっております。まあ、新しいのでね、ちょっといろいろ手探りな感もありますけれども、初心者の方にとってはかなり簡単で、ソーシャルレーニングよりも難易度は、あ難易度というか、あ,あれですね、リスクが低いものができたという意味においてはすごくいいんではないかというふうに思います。まあ、興味がある方はぜひやってみてください。 ということで今回は以上です。ありがとうございました。